どうしたんすか、ライキさん。そんな神妙な面持ちをして。神妙な面持ちをして。三発みたい、三発みたい。そんな神妙な、どうしたんすか、ね、どうしたんすか、うん、先輩どうしたんすか。はい、言ってもね。なんか、そんなキャラ、そんなキャラ違うわ。おい、やっちまった、やっちまった。はい、まあね、今日はね、ちょっとトーク動画ということでね、はい、いや、ちょっと重いでしょ。だってタイトル決まってるっすよね、もうタイトル、出てますよ、出てますよね。あれっすよ、だからまあ、ちょろっと聞いたやつですよね。そう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 。でも、そう、今後どうな、その後どうなったかは知らないから、ちょっとまた一から、あれから言うと、ちょっと喋っちゃうんすか、動画出てか。もう、いいっす。もうプライベートなさを言っちゃうって、ね、言ってたじゃないですか。いや、それこそ1ヶ月前に、はい、まあ1ヶ月前のなんかトーク動画かなんかトークで、はい、そうっすね、ヒロミさんやばいことあったんですよみたいなお話をされて、え、なんすか、いやでもまた今度話しますわってなってたんですよ。その時点でまだ解決しなかったんで。もう解決したしたんす、ね、昨日昨日マジか、ちょっと聞くの怖いな、なんか。そうですね、はい。じゃあまあもう視聴者さんわかんないんで。そうですね、はい、まあ、まあ経緯から言いますと、まあ、はい、ね、11月の半ばぐらいにも俺一回そのちょっとやばいことがあり、ツイッターでも言ったんですけど、やばいことがありすぎて、はい、動画2日休んだ時があったんですよ。でその時になんかそのちょっとやばすぎてあれだから、あの動画ちょっと休んじゃってごめんなさいみたいな、うん、でもこの話は1ヶ月後ぐらいにします、うん、動画でみたいな。あ、明日言ってたんですね。そうですね、ツイッターでも言ってて、うん、で、キョキョさんの撮った動画の時も言ってたんですけど、はいはい、まあ実はそのわしのね、ライキさんの、クレジットカードがね、はい、悪性利用されたということで。いや、これマジ、いや、ライキさん今笑ってますけど、まあまあ言ったら2ヶ月ぐらい前ですか。2ヶ月、ちょうど2ヶ月ぐらい前です、気づいたのが多分。だからもう一回自分の中で消化し終わって、そうそう、今はまあ喋れるぐらいにはなったと。別にそうっすね。なるほど。もうその使った記憶がないようなやつが買われていたり、俺の口座で、うん、みたいな感じで、そのそう、でも落としてないから、はい、もう身内しかないんですよ。で俺 が, そ, れがやばいと思う、そう、知ってる人だけだ。うわー、これ身内のやつやんってなって。そしたらだって僕の可能性もあるわけですよね。いや、まあ言っちゃえば、まあ、可能性としてはね、会った人全員ゼロじゃないですか、ね、そうですよね。そうそうそう。いやー、でもまあその使った履歴だけは見れるんで。確かにサイトとか、ね、誰か分かんなくても、はい、なんかメルカリだとか、うん、ゾゾタウンとか見れて、うん、まあ、大体もうこいつか、こいつめちゃくちゃ濃厚で、もう一人じゃあこいつじゃないとしたらこいつだなみたいな二択があったんですよ。いや俺それやだよ。だってだって近々会ってた人ってことですよね、はい、余裕で会ってる、ね、会ってるってことは仲いいわけじゃない、はい、え、ちなみにいくらか、多分視聴者さんも、あ、タイトルになってるのかな、多分いくらタイトルで、まあ、いや、ぶっちゃけ、ぶっちゃけっすか、はい、ぶっちゃけ、80万ぐらいでしたね。80万。そうっす、半年ぐらい使われてたんですよ。おー、結構っすね。まあ、10万から15万ぐらい使われてたんですけど、はいはいはい、それで気づかなかったんですね、俺が。あ、まあ、いや、でもそんな見ないよね。そう、だから俺なんか結構その毎月通帳記入とかしてたんですけど、はい、そのなんかいくら入ったかだけが気になって、うわ、今月こんくらいだみたいな、うん、まあね、そのくらいだったんで、なんかもうどんくらい使ったとか、うん、そのもう見たら、うわ、俺めっちゃ使いすぎてるぐらいだったんですよ。ああ、なるほどなるほど。で、それで気づいたきっかけが、はい、一回そのコノス の, そのファーストシーズンの賞金が入ったみたいな感じで、はい、みんなで入った入ったっつって、うん、こうやって、でも今その韓国にいたんですよ、うん、その時に、うん、シーズン2の半ばぐらいだったの、うん、なんでその時に、じゃあちょっとみんなその銀行のアプリを登録して、うん、なんかそのクレカとかの情報を打ち込んだら、その自分の口座が携帯で見れるじゃないですか、はい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 、でこうやって見たら、あれっつって、そこで気づいたんですか。うわ、やだ。これ俺買って、なんなら韓国いたけどみたいな。確かに、そっか。そうそうそう、俺韓国でそのフリマアプリとか触らないんで、アマゾンとかも触らないから。なるほど。いや、俺これ買った記憶ねえなってなって、そこで気づく。いや、そうなんですよ。で、それで、それがシーズンの半ばだったんですけど、まあ犯人もわかんないし、一応親に言って、うん、その言ってもらって、クレカだけ止めてもらったんですけど、うんうんうん、まあそんくらいで、まあ日本帰ったらいろいろなんか銀行とかに電話したり警察に言ったりするかみたいな感じで、うんうん、まあとりあえずその時も忘れてすごいですね、80万忘れるのすごいですね。一回忘れて、はい、で、それで、あの、それまあ終わって、うん、日本帰ってきて、で銀行行ったりして、そのいろいろなんかこういうことがあってとか電話したりして、はいろいろ、はい、本当いろいろしたんですよ。それも嫌だな、時間取られるの嫌なんですよね。そう、俺もすげえ嫌だ。しかもその
自分で一回一回その iTunes がもだったんで、はい、いろんなフリマアプリのサイトとか見ながらこうやってなんかその差額を自分でこれは自分で使ったやつこれは自分じゃないっていうのを、めんどくさもう半年間仕分けしてたんです。ずっと半年分きっと覚えてないっすよ。領収書とレシートと見て、ほんとそうです。何時間もかかるじゃないですか。でそれやって、でそれでなんかはいはいはい、まあ8万とかなみたいな感じになって、でそれで銀行からこうやってちょっとして電話かかってきて、うん、まあ使ったのは、はい、この人です。で銀行から来たんですか。そうそうそう、銀行の人がもう調べてもらって、まあ、IP とか分かんないですけど、いろいろね、そうそう、なんかまあいろいろ分かんないですけどね、いけると、そうそう、なんか個人情報の開示が出ましたみたいな感じで、マジか、うわ怖い。そん時の電話安っすね。安い安い。でも大体はもう、あ違う、そん時に、うん、もうあのあれなんですよ、クレカが、俺のクレカが止まってたんで、うん、あの本人から多分その人がその使った本人が気づいて俺にその LINE とかをしてきたんですよ。おお、そこのタイミングで、そこのタイミングで、なんかだから、あーもうこれバレてるみたいな感じで、うん、LINE をしてきたんですね俺に。はいはい。だけどその時はちょっとなんか間違って、前その一回そいつの携帯でフリマアプリで買い物したことがあって、俺の買い物なんですけど、うん、俺がそのアプリを入れてないから、そのクレカを登録したんですよ一回。なるほどで、その時に解除し忘れてて、はいはい、10万円分ぐらい使っちゃったみたいな。あ、10万円、はいはいはい。来て、あでも俺その時もう全額知ってて、あれなんですよ。だから、いや10万じゃないやってなって、うーってなるじゃないですか。それでまあもしもし警察とかにも言うし、うん、銀行から連絡が来て、うん、さあ改めてちょっと話し合いしようみたいになって、うん、マジっすか。そうなんですよ。いやそうだ、80万よりも、まあ、よりもって言ったら違いますけど、まあその友人関係とか信頼関係がそこで切れちゃうっていうのがマジで悔しいだろうなっていうふうに思いますね。なんかうわーって感じですよ。もうそれ自分がだから言ったら例えるのはちょっと絶対ダメですけど、あえてもちょっと仲良いという前提で例えますけど、例えば僕も大原と毎日ねもう動画撮ったりとかしてるんですよ。それぐらいのレベルってことですね。いや本当だから一番かに本当一番仲良かったんじゃないかなっていう。いやそれ自分に置き換えるときつい。いやめっちゃきついですよ。それはきつい。でしかもその向こうのその相手がなんか、うん、でも俺が警察とかに言うからそうしたらよっつったら、なんかこの俺と同い年なんで大学4年なんですよ、うん、次で、あ就活なんで、確かに、ね、ちょっとやっぱ就活とかあるから警察とかに言うのはちょっと勘弁してほしいみたいな。いやでもそれは俺が決めることだしなみたいな、別にお前が言うことじゃないやってなって、でその後なんかいろいろこうやって言われたり、まず親に話す前に一対一で話したりとか、だからそのもう俺からしたらもう親に伝えないでそのここだけで済ましたいのかなみたいな風に受け取れるから、もういや親だけ親を込みで話そうってなって、そうですね、こういうのはねってなって、結局そのまあもう俺はその時はもう別に親とか友達にも相談してたんで、なんか警察にはもう言わなくてもいいかなって思ってたんですよ。そのいろいろ俺の時間も取られるじゃないですか。まあまあ確かに、ね、別になんかそこで厚めに復讐っていうか、なんかそのやり返しても相手に損はあるけど俺にもう何もないじゃないですか。まあ確かに確かに、まあいいかなと思って、おまあ、それもまたね、まあ、正義はないっていう感じですけど ね、まあ、どこに正義があるのかっていうの、いやそう最初は俺もちょっとやったろうかなと思ったんですけど、いやショックっすよ ね、 そ, うすね、それは本当に、いやてなことがあって、そうそれでしばらくして日時とか決めて、うん、そのじゃあこの日に会おうってなったんですけど、うんうんうん、でその今そのインスタがあるじゃないですか、はいはいはい、あれのストーリーとかって自分から相手にわからないようにそのツイッターとかだったら、はい、ブロックされたら相手が分かるじゃないですか、されたりとか、でもインスタって分からないんですよ、その非表示にしてるとか、はいはいはい、あただこの人あストーリー投稿してないんだっていう風に見えるようになってるんですよ。うんだけど非表示ってやつ、あでも絶対上げてたからなって、俺でも見えないようになってたんですよ。あ出たナイキさんに対してのそうそうストーリー表示がオフになってて、ナイキさんだけ見れない状態、他のフォロワーは見える状態、他のフォロワーは見える、ほうほうほう、で俺は友達何人かに相談したんで、うん、こいつ何上げてるってなって、でしかもなんかライブ行ってるとかストーリーでね出ちゃってんだ、そうそうそう、でそれが友達からそのあれライブこのいつ行ってるけど何解決したみたいな感じで
来て、そう、いやいや全然真っ只中だけどみたいな感じで、なるほど、そうそうそう、それでうわーってなって、うわもう反省したいなーってなって、はいはいはい、それで結局その昨日ですね、本当昨日、はい、その俺のちょっと怖めの父親とあ、でもそうですね、そういうのはやっぱ親御さん大事ですから、怖めの父親連れてってその友達の家に行って、いや、そこ行くのもちょっと怖い。いや、もうめっちゃ憂鬱でしたよ。うわ、マジか、明日行くんかっつって、前日に。確かに。まあ行かないと解決しないし、でも行くの超安いよね。それで、なんかその、まあ、どんな感じなのかなと思って、聞いてたんですけど、でも、やっぱその、反省してないだろうなって思ってたんですよ。俺的には。まあ、ライブのことやっちゃったりとか。普通だったらやっぱ、そういうのキャンセルして、もうバイトを、みたいな感じじゃないですか、返済するようにね、そうそうそう、みたいなのあったりしますもんね。だけどやっぱもうライブとか行っちゃってたんで、ああ、しかも俺に見えないようにしたんで、確かに隠そうとしてることがあったんで、そうですね、それで行って話し合ったら、まあ経緯から話すとみたいな感じで、うん、やっちゃうやん、ごめんなさいじゃんみたいな。なるほど。なんかドラマみたいって言ったら、ね、ダメですけど、なんかマジで やだ。いや、そうですね。いや、だからそのね、ライキさんが1ヶ月ぐらい前にちょっとやばい話あってみたいなあったじゃないですか、で、なんかまあその時はさらっとお聞きしたんですけど、要は友達がちょっとなんかそうですね横領じゃないですけど、まあ、勝手に使っちゃう事件あって、キュウさんも結構、キュウキュウハウス結構出入り多いんで、人のそうですね、めちゃめちゃいろんな人いたりするんで、一応そういうのは気をつけた方がいいですよみたいなアドバイスいただいてしましたね。で、僕そこ金庫買いましたもんね。金庫買ったり、僕基本的に性善説なんですよ。性善説と性悪説っていうのがあって、はい、性善説は基本的に人は信頼すると、はい、信頼した後に確認していって大丈夫だよねっていうのが、はい、性善説、性悪説っていうのは人は大体悪いっていう定義のもと、はいはい、悪いことするから、はい、もう最初から金庫導入するとかなんですけど、はい、だ僕基本性善説なんで、別にもう金庫買う前は、はい、通帳とか机の引き出しの中にあったりしたんですよ、はいはい、だけどまあ来吉さんの話聞いて、はい、まあなんかもうね、一応金庫そうですね、まあ導入しましたけど、やっぱ金庫もね、まあ一応指紋のやつ買ったんで、はい、すぐカチャって、まあ僕はすぐ開けられるんですけど、時間かかるじゃないですか。そうですね。性悪説ってそういうデメリットが多いんで、僕すごい嫌だなって思うんですけど。だから言ったら、ライキさんも性善説だったわけですよね。そうですね。友達が来てる。俺もあのテレビ台の引き出しの中に全部入れてました。いや、そうなりますよね。そうですね。で、わかんないですけど、そう。だから僕も思うのが、はい、財布もクレジットカード、それこそ先ほどは登録されたっておっしゃってましたけど、はいはいはい、例えばビデオとかを、そう、もう1秒ですよ、ピッピッピッってやったら取れちゃうんですよ、終わりっすね。いやー、だからね、なんかどこまでその、じゃあセキュリティじゃあどこまで、じゃあね、言ったら本当に昔からの友達で、はい、ってなるとそんなことするわけもないじゃないですか。そうですね。だからもしかしたらその本当に出来心なのか、うん、最初はそうだと思いますけどね、まあ、ね、でもだんだんやっぱ俺がもう気づかんすぎたんで、はい、もうさていけるかっつってなっちゃったと思います。聞いていいのか分かんないですけど、はい、結構最初からドカンと言ってたんですか、分かんないですけど。何がですか。ドカンとなんかいきなり例えば20万のバッグみたいな買っちゃったりして。いや、最初はなんかその 2,3000 円とか、ほうほう、まあ、高くても1万ちょいとかだったんですよ。ほうほう。でもだんだんなんかそのそれ最初に被害あったのが4月ぐらいだったんですけど、だんだんもう8月9月とかはもうなんか6万5000のコートとか、コートとかもうなんかあの京都の旅館とか行っちゃってたんですよ。いやいや、もうそれ足つくやんみたいな。確かに。ていうかなんなら、はい、ただコンビニで使ってるとしたら、はい、時刻まで登録されるじゃないですか。そうですね。もしその警察とかに行ったら、まあ僕もね、まあ分かりますけど、その防犯カメラでじゃあプラス5分5分見て、ここに知ってる人いますかって言ったら出ちゃうっすよね。そう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 、もう何でもまあ余裕でも、結局しかも銀行から連絡来たのはそのフリマアプリの住所、使ってる住所と氏名の開示だったんで、だからもう余裕で何でも、もう確かにそうっすね。でもそれでだから、ね、結局話し合いに行って、でもその話を聞いてたけど、うん、ああそういう感じかみたいな、まあ、なんか分かんないですけど、言い訳みたいな。そう、言い訳ですね。もう本当に 100% 純度 100% の言い訳だったんですよ。なるほど。なんでもう、ああもう聞かなくていいかなと思って、途中で、はいはい、もうその、あのもういいからお金ちょうだいって言って、はい、お金もらって示談金みたいな一応もらったんですけど、もう俺が思ってたよりはるかに少なかったんですよ。ああ、うん、なるほど。なんかもう相場よりも少ないんじゃないかぐらいのレベルだったんで、ああなるほどね。
いやまあね、まあ、お金ももちろん悔しいですよね。まあ、そうですね、まあ、なんかそのあるじゃないですか、そのやっぱこのくらいのことしちゃったからこのくらいっていうのが、うん、まあ確かになんですけど、いやでも反省してないよねって話しても、その相手の親とかもやっぱ、いやでもこの子はちょっと反省してる風に見えたんですよねみたいな感じだったんで、行かないやんライブみたいな、反省してるやつ、まあね、反省してるやつライブ行かないやんみたいな。いやこれ、いやまあ本当だから、もうまあ何が正義かわからないですけど、そうですね、まあだからそういうところで大事な親友を失ってしまうのは相当辛いなっていう感じはしたので、しかも俺からはそう思ってた、相手から絶対俺はもうそう思われてなかったんで、多分今ももうあれなんですよ、あの感じだと本当によっしゃ話終わったラッキーみたいな、警察に言われてねえやみたいな、いやそんな感じなんですよ絶対。マジっすか。はい、いやちょっと許せないっすね、それはマジで、まあ、しゃあないかなって。もうまあ逆に運がいいかもしれないですよね。おうというのはこの段階で気づけた、まあ、まあまあ確かに確かにそれはありますね。もちろんその人間性の部分でも、はい、早めにこう縁を切れたっていうところで人生において、そうですね、こういい方向に進んでいくっていう可能性あるんですよね、言ったら。そうですね、っていうようなことがありね。いやこれ重くないっすだからどうすればいいんですか。だからやっぱこの動画だと、はいはい、まあ、現状説明が今終わったと、はいはい、でも視聴者さんにどういうメッセージがあるんですか。いやでもこういう壮大な壮絶な、はい、嫌な経験逆に、まあ、する人の方が少ないっちゃ少ないと思うんですよ、割合で見ると。絶対そうですね。だからなんかこここうしとけばよかったなとかありますか。あいやでもしとけばよかったはないです。だって結局信頼するじゃないですか。友達全員疑いって言うわけにはいかないじゃん。いかないいかないいかない毎日全部金庫にするとかないですよね。友達と一緒に俺ん家泊まってたら机に最高いたまま寝るじゃないですか。そうですね、そういうことなんですよ。だからもうされちゃったらしゃあないかなって思ったですね。であと別に警察とかに言って大ごとにしなかったのもそんな後悔してないですね。あ、してはないですね。はい、なんか別に相手は反省しなかったけど、まあもういかがどうせ関わんないし、うーん、まあね。いやー、ちょっとこれ、壮大すぎて、なんか何言えばいいか分からないですもん。だからまあね、ね、教訓にするっていうのが、一番良いですよね。うん、でも、ラキさんどうするんですか、これから。何がですか。だって、例えば、救急は泊まりに来るじゃないですか。はい。でも、救急盗まれんじゃないか、みたいな。いやー、もうだから、しゃあないっすね、正直。あ、もう取られちゃった、しゃあない。もうしゃあないっすよ。そんな人いっぱいいると思わないし、まあ、まあ、確かにもうちょい通帳とかをもうちょっとだけ確かに確かにちゃんと管理しようかなと思うんですけど、僕通帳と印鑑とかはあの一応金庫にしてます。はい、だけど結局俺がやられたのその財布の中に入ってるクレカなんで、俺1枚しか持ってなかったんで、あ、その財布の中こうやって開けてみるしかないんですよ。だからもうそれだったら毎回こうやって家に人をあげたとかとか送ってしまう。いやそんな人生やっすよ疲れるっすもんね結局もうしゃあないかなって思っちゃいますね。まあね、そこはもう忘れるしかないですね。忘れて教訓にして。そうですね、うん、確かに。なんか疲れましたよ、この撮影この撮影でもまあ一応話し合いみたいなのはもう全部終わって、一応もう一件落着という形ではあるんですか。まあそうですね、まあ、落着というか、まあ、ちょっとね、腑に落ちない、ちょっと許せない部分もありますけど、ね、ありますね。まあいいかなって。気をつけないとか、まあそういう人もいますよって感じですね。なるほど、なるほどね、なるほどね。確かにね、どうせ分かんないっすよね。だってどうせでもそういうやつはうまくいかないなと思うんで、この先それは間違いないですね。そうですね、どうせ同じようなことやると思うし、ここで俺が許したんで、うん、別に前科とかつくわけでもないし、大学もそのまま通うんで、うん、多分その1年後とかにも忘れてると思うんですよ。そういう感じだったんですね、その雰囲気が、ね、話した時も本当に。なるほどな。なんでも、まあ、どうせこいつうまくいかないだろうと思って許しちゃった方が楽なのかなとか。絶対うまく いかないと思いますね。そうですね、もう世の中がそうさせてくれないですよ、逆に。運をつかめない人だと思います。そうですね、すいません、熱くなっちゃいましたガチ派だ、ガチトーンで話してました、今、うん、ガチ。いや僕はでもだからライキさんもそうですよね、そういう風に思いますもんね。そうですね、うん、ほんと、まあ、その僕大好きな言葉で、はい、人はね、こう過ちを犯すと、はい、どこかで必ずこう償いをさせられるっていう、はいはいはい、でそれはあのもちろんこういう大きな犯罪になるようなこともそうですし、はい、日々のこともそうだと思うんですけど、はいはい、人を傷つけてしまった、例えば言葉で、
結構言っちゃったとかは必ず謝ね、過ちの対象ですから、過ちじゃないわ、償いの対象なので、うん、まあ、どこかで何か痛い目を見ますし、だから皆さんも気をつけないといけない。そうですね。ただポイ捨てすると、ポイ捨てはどこかそれ償いの対象なんで、あ、でも誰かがわーっと言いながらこう捨てるわけじゃないですか、はい、だから償いの対象にならないようにしましょうって人生トントン説人生トントン説、そうなんですよ本当人生トントン説あってそう、だから人を大切にしましょうみたいなことがありますし、あれじゃないですか、キヨキヨさん結構人生トントン説言ってたじゃないですか。ラットも結構なんか、はい、いやこれキヨキヨさんが言ってたからって言ってラットも言うんですよ。俺も結構、あ、それ人生トントン説だから。一時なんかボノスで一時そう人生トントン説が流行って、人生トントン説ね。いやそうですよ。そうだ、ルールとかを守んないと、社会のルールを守るっていうのは僕の一応テーマではあるんですけど、まあ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 、でもやっぱなんかこうふとした時に気抜けてるとこう階段あるじゃないですか、はいはい、なんかこっちに降りるでこっちに登るじゃないですか、はいはい、じゃこっちから行って危ない危ないって戻ってる、うん、それぐらい、まあ、常に考えてるわけじゃないですけど、はい、なんか気づいたらうわ危ない危ないみたいにするようにはします。難しいんですよ、だから、まあ、僕も全然、ね、全然だから社会のルールも多分破っちゃってると思うんですよね、無意識に。俺も無意識だったら余裕でもうね、ビリビリに、ビリ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 ってなっちゃったんで、だからそこの一つ一つ積み重ね説は僕はあると思うんで、そうですね、その成功されてる方を見ると最後無理やりいい方向に持ってくさすが、いやいやいや違う、いや僕やだ、ネガティブで終わんの嫌なんですよ、ね、だいぶ重めのなんかうん、そうですね、悔しいで許せねえとか言っちゃった許せねえ、そうですね、うん、だいぶここまで残ってる人少なそう。いや少ない、何分撮ってる、24分撮ってんの、やば、いく、さすがにね、さすがに、ね、終わりますか、終わりますということで、まあ皆さん、気をつけましょう。なんやそれその終わり方ないそれということで、今日はこの辺で終わりますまあね、元気に元気にやっていきましょう、元気にいきましょう、元気に生きていきますということで終わります、バイ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 ありがとうございます、すごい動画だな、